こんにちは。JK 専門税理士川南です。本日の YouTube 動画はインボイス制度の2割特例についてもう1回新しい情報出てきてますので再解説したいと思います。2割特例というのは最大4回使えるという点、皆さんご存知でしょうか。また2割特例が使えなくなった時にですね、簡易課税制度を選ぶ場合にはいつまでに届け出をすればいいのか、これまた一つの大きな重要ポイントですので、しっかり一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しています。動画内で解説したものや図表もですね、すべて概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひそちらの方を覗いてみてください。それでは本日の動画も早速いってみましょう。はい、インボイス制度の2割特例を再解説ということで動画解説していきます。本日の内容になります。今回1月末にですね、国税庁から注意すべき事例集、間違いやすいポイントあるので気をつけてくださいねっていう事例集が公表されました。その中の一つのポイントとして2割特例について図表がねたくさん出ましたので、こちらの図表を用いて解説していきたいと思います。もう一つのポイントであるインボイス制度の取り消し取り下げについてはですね、前の動画で解説してますので、ぜひそちらの動画も要チェックですので、しっかりと見ておいてくださると嬉しいです。では本日の動画は2割特例にポイントを絞って解説をしていこうと思います。まず2割特例とはどういったものなのか、ちょっと復習をします。その次にですね、2割特例の具体例、こういう風な場合には2割特例が使えますよ、こういった時には使えませんよっていうものをですね、図を用いて解説しますので、しっかりとここは図表で押さえていきましょう。そして最後にここもう一つ重要ポイントなんですけど、簡易課税の届け出のルールについて知っておかないとですね、2割特例が使えない時に簡易課税制度を選びたかったのにとなりがちですので、最後まで動画見てください。また前回のこの2割特例の動画、前回解説したものもありますので、そちらを見ていただけるとより本日の動画理解できるかと思いますので、ぜひこちらの方の動画の方も見てください。そして最後まとめ、本日このような流れでいけますので、最後まで一緒にしっかり勉強していきましょう。はい、まず2割特例の復習いきましょう。ここを押さえておかないとですね、結構皆さん勘違いします。まず2割特例を使えるのはどういった方なのか、どういった人が2割特例のこの経過措置を使うことができるのかっていうのは、しっかりと基礎知識として押さえておかないとですね、今後後の話がわからなくなりますので、復習がてらもう一度しっかり一緒に勉強しておきましょう。まず前提です。免税事業者の方になります。これどういったことかと言いますと、免税事業者の方がですね、今回の10月1日からスタートするインボイス制度の制度がスタートすることによって、登録申請をして課税事業者になった方が2割特例というものが使えるということです。ですので以前からもう課税事業者で消費税の申告をねしているって方は2割特例というものがそもそも使えません。ここ意外と皆さんスライドが進んでいくとですね、勘違いしたり混乱したりしますので、しっかりと押さえておいてください。ですのでそもそもインボイス制度の登録を受けていない免税事業者の方はもちろん2割特例は使えないということになります。今回2割特例はインボイス制度で登録することによって、免税事業者だったのが課税事業者になった方向けの計算方法になっております。ですのでもう1点、2点目のポイントですね、課税売上高1000万円をそもそも超えている場合ですので、もともと課税事業者ですという方は2割特例が使えない、この2つのポイントをしっかり押さえておきましょう。では次に2割特例のメリットは一体何なのか見ていきましょう。2割特例のこちらメリットになります。この財務諸表のね表が一番メリット分かりやすいなということで紹介をさせていただいております。まず2割特例のメリットと、また簡易課税のメリット、こちらあるんですね。この一般原則、原則課税と呼ばれるものの計算方法のルールよりも、簡易課税のメリットっていうのはこういう2つのポイントがあるんですけども、それよりも2割特例のメリットが大きいということです。この上4つの青いところの部分、順番に見ていきましょう。業種の区分が不要ということですね。簡易課税を使う場合はですね、自分の業種がどこの区分に該当するのかによってみなし仕入れ率っていうのが変わってくるんですね。そういった業種の区分を2割特例の場合はこれ考えなくてもいいですよってことですね。そしてもう一つ、2つ目のメリット、申告時に選択適用が可能ということです。ですので事前に届け出を出したりっていうような面倒なことはしなくても OK、 申告するときに選択して2割特例が使えるっていうことになります。これ
3つ目のポイントにつながってますけど、事前の届け出などめんどくさいこと、また届け出をいつまでに出さないといけないというルールは不要ですよってことです。これ結構大きなメリットではないでしょうか。これ4つ目のメリット書いてあります。こちらはですね、2割特例を使うと、まあ、計算の納税額が簡単に出ますよということになるかと思いますっていうふうなことがちょっとね難しく書いてあるというふうに思ってください。こちらは簡易課税制度のメリットになりますので、気になる方はですねこちらも見ておいてください。このように2割特例のメリットというのは大きくてですね、まあ、業種区分が不要というのもそうなんですけど、やはり一番のメリットは私は個人的に選択適用が可能ということなので、事前の届け出が必要なくその場で選べるということが最大のメリットだというふうに私は個人的に思っております。とはいえこの2割特例使えない方もいますので、次のスライドでそちら少しだけ紹介をします。こちらがですね、2割特例の対象外となります。最初に紹介したように、もともと課税事業者の方、もうね、課税売上高が1000万円を超えている場合は、そもそもこの2割特例使えないよっていう解説をしたんですけど、それ以外に対象外になる方、こちらありますので、こちらもしね、該当するかもっていう方は目を通しておいてください。本日の動画ではね、こちらの解説は省略させていただきます。では、行きましょう。じゃあ、この2割特例はいつからいつまで使える特例なんですかについてスライドで解説をします。はい、適用できる期間になります。適用期間はですね、令和5年の10月の1日から令和8年の9月の30日までの間、2割特例を適用することができます。ですのでこちらね、図でもう1回見ますが、最大マックス計4回2割特例を使える方がいるっていうことです。これもちろん全員ではありませんのでご注意ください。最大計4回2割特例は使うことができる方がいるっていうふうに思っておいてください。では免税事業者である個人事業主が令和5年のね10月1日から登録を受けた場合の例で紹介をしている図になります。こちら国税庁からの図を引っ張ってきております。令和5年分からの申告からまずね2割特例が適用可能な期間というのがスタートします。そして令和8年の9月30日までがマックスとなっておりますの でこのように令和5年、令和6年、令和7年、令和8年ということで、この数え方で最大計4回2割特例ができる方がいるってことですね。で、最初にも言ったように2割特例はそもそもこのインボイス制度がスタートして登録したことによって免税事業者から課税事業者になる方だけが使えるものになりますので、この間にですねそれ以外になってしまうと2割特例というのは使えないことになります。それが分かりやすく出ている表がですね2つありますので、次と次のスライドでそちらを紹介したいと思います。この次以降のスライドがですね、新しく7月末に国税庁から公表された皆さんが注意すべき事例集ですよって言って出した表になります。そして今のところ2割特例というのはこの令和8年の9月30日までという予定です。今後もしかしたら延長出る可能性全くゼロではないですけど、基本的にこの令和8年の9月30日で終わるということを頭に置いておくといいと思います。では次のスライド行きましょう。適用できるできないを表にしたものになります。この2割特例の表ですね。2割特例を適用できる期間、できない期間というのを図で分かりやすく紹介しているものになります。先ほどの前のものでは最大4回2割特例というのは使える方がいると言いましたけど、実際にこのように課税売上高というのは皆さん毎年違いますよね。もうずっと1000万以下で切っていれば最大4回2割特例使うことができるんですけど、そうとは限らないですよね。なのでそのパターンを紹介しております。こちらも前提として免税事業者であった個人事業主がですね、令和5年の10月のインボイス制度に登録を受けた場合のケースで紹介をしております。令和3年の課税売上高が900万でしたと。そして令和4年は1100万円ということで、課税売上高が1000万円を超えていることになります。ここが注目ポイントですね。なので令和5年の消費税の確定申告は令和3年を基準にするので、ここは適用かとなります。消費税というのはちょっとルールが、皆さんこれ分かりにくいと思うんですけど、前の前前前年度の売上高を基準にして課税事業者なのか免税事業者なのかっていうのが決定されます。ですので前の前の年の売上がいくらかによって変わってくるわけです。今言ったように令和3年は900万円ということで、免税事業者の方で令和5年にインボイス制度登録したとしてもですね、この方は免税事業者でインボイス制度に登録することで課税事業者
者になった方なので、令和5年の消費税の申告は2割特例が適用かとなるわけです。じゃあ令和6年はどうなるかと言いますと、この前の前の年が基準になりますので、令和4年は1000万円を超えているということになります。そうするとですね、2割特例が使える方からは外れてしまう、要は対象外になってしまうので、令和6年の確定申告書、消費税の確定申告、2割特例を使うことは不可となるわけです。そしてたまたまこの方、令和5年は800万円でまた1000万円を切ったという仮定します。そうするとですね、令和5年は免税、本来でしたら免税でも、インボイス制度に登録しているから課税事業者ですということで、令和7年の確定申告、消費税の確定申告は2割特例を使うことができる、適用かとなるわけです。では次、令和6年は1200万円また超えたとします。この方ね、売上がこの辺りを行ったり来たりするって、でもこういう方実際に多分出てくると思いますし、こういった実例っていうのが実際発症していくと思うんですよね。なのでしっかりと押さえておきましょう。令和6年は1200万円で1000万円を超えたと。そうすると令和8年は2割特例は使えないということになるわけです。ということで、この図かなり分かりやすい方ですので、皆さんこういったように自分は2割特例が適用かなのか不可な年なのかっていうのをしっかり押さえて消費税の申告をしないとですね、2割特例が適用不可なのに2割特例で申告してしまうと、間違った申告をする、また納税額を間違って計算することになりますので、ここはしっかりと押さえておかないといけないポイントになります。ですので、自分のビジネスがちょっと1000万円を行ったり来たり、超えるか切れるかギリギリのラインにいる方は、この2割特例のこの適用できるのかできないっていう表はしっかりと押さえておく必要があるということになります。ではもうパターン、適用できるできないの次のスライドで紹介をします。はい、適用できるできない2つ目のパターンになります。こちらもね、本当に気をつけておかないと、これは本当にミスが多いんじゃないかなと思います。このように売上高が令和3年、令和4年、令和5年、令和6年、令和7年で進んでいったとします。令和3年は1100万と、令和4年が800万円、令和5年は1200万円というふうになっております。この方はですね、令和5年の10月1日スタート、インボイス制度の新しいルールが走り出すよという時に間に合うように登録を受けているという前提で解説をしていきます。この場合はですね、令和5年の2割特例というのは、この2つ前の年、令和3年が1100万円ということで、要は課税売上高が1000万円を超えていますので、そもそも2割特例は不可ということになります。なので令和5年の消費税の申告というのは2割特例を選ぶことができませんと。でもインボイス制度を登録する前、令和4年の課税売上高が実は800万円で1000万円を割っていましたと、この場合にはですね、2割特例が使えますよってことになります。要は令和6年の消費税の申告は適用が可能になるということです。ですので、これのポイントとしてはですね、インボイス制度がスタートする前のこの令和4年が免税事業者だったから、この令和6年本来だったら使えないかなというふうに思いがちなんですけど、この令和6年は2割特例が使えるよってことになります。そして令和7年は逆にこの令和5年の売上高がいくので、もう1000万円超えてますし、もともと令和3年で課税事業者になってますよねということでもあり、この2割特例というのは適用不可となります。これは先ほどのスライドと一緒だと思います。でここに注意点があるんですけど、まとめますと、インボイス制度開始日の属する課税期間において課税事業者であったとしても、なのでここですね、令和5年のインボイス制度が開始する、ここが属する課税期間になるんですけど、ここが課税事業者だったとしてもですね、その後の課税期間にかかる基準期間においておける売上高が1000万以下の課税期間があればですね、原則として2割特例の適用を受けることができる。要はここがまだインボイス制度スタートしていない時の800万円は免税事業者というふうになりますので、消費税の前はですね、前々年度がどうだったかということが基準の時となりますので、令和6年はですね、1000万を超えていたとしても、令和4年の方は800万円ということで切ってますので、2割特例が使えるということになります。この2割特例受け入れるというふうに、ね、なっているにもかかわらず、それにね、気づかなくて普通に申告をしてしまった場合はですね、申告後に気づいても公正の請求はできないということになります。これどういうことかと言いますと、後になって、要は令和7年8年になった時に、あれ自分もしかして令和6年2割特例使えたじゃんっていうふうに思ってですね、修正しよう、要は公正の請求をしようと思っても、申告の後に気づいた場合にはもうこれは公正の請求ができないっていうふうにルールになっているから、皆さん気をつけてくださいねっていう図になって
ております。もちろんこの令和3年も1000万超えてて、令和4年も1000万超えてて、令和5年も1000万超えてる方は、もともとそういった方はそもそも2割特例というのは、最初のねスライドで紹介押さえたように2割特例は使えないですので、ここ勘違いのないようによろしくお願いします。では次に、今ね2割特例2割特例で2割特例の解説ばっかりしてますけど、そもそも消費税の計算のルールに他どういったものがあるんですかって思う方いらっしゃると思うので、次のスライドでどういった計算方法があるのか紹介をします。消費税の計算方法です。今まではですね、この2つの方法で消費税の申告を作成して計算をしていました。この一般課税と呼ばれるものがまず1つ目の方法、これ原則課税と言われたり、その他言い回しとか言い方様々あります。一般課税という計算方法が1つ目、そして2つ目が先ほどね冒頭にも2割特例のメリットってこれですよって挙げた時に、下にね簡易課税というねメリットも2つピンクのもので出てきたと思います。1回スライドじゃ戻しますね。これですね、先ほど見た図のこの簡易課税のメリットってあったと思うんです。これがもう一つの計算方法になります。もう一回スライド元に戻ります。今まではこの一般課税という一つ目の計算ルールと、二つ目の簡易課税と言われる計算ルール、この二つで消費税の計算というのは基本的にされていたんです。ところが今回インボイス制度が入ることによって、新しい計算方法、2割特例の計算方法が出ましたよと、経過措置と出します。とはいえこれはずっとあるものではなく、先ほど言ったように最大4回しか使えないということで、令和8年の9月30日までしか2割特例というのはないという状況です。ですがそれまではですね、この3つの方法から選べますよということになります。このように一般課税を選ぶか簡易課税を選ぶかというものがですね、今まで免税事業者の方がインボイス制度によって課税事業者になった場合には、2割特例という計算方法3つの中から選べるようになったということになります。ここをしっかり押さえておいてください。では次にですね、この2割特例を使って消費税の申告をしていたんだけども、自分はこの2割特例よりも計算したら簡易課税の方が得かもしれないっていうふうに思って、例えば簡易課税を選びたいってなった時には、じゃあいつ簡易課税の届出を出せばいいんですかについて、次のスライド間違いやすい項目だと思いますので解説していきます。はい、消費税の届出書っていうのはですね、今まで他の動画でも解説しているように、いつまでに出さないといけないというルールがかなり厳格厳しめなんですね。そしていつまでに出さないといけない届出書のタイミングを知っておかないと、後々えらいことになると。先週紹介したインボイス制度の取り消しもですね、届出に金があったと思うんです。これを知らないと後ほどえらいことになるよということで、前回のね先週の動画で解説をしたんですけど、今回のこの簡易課税を選びたいと思った時にも提出期限があるんですね。なのでここしっかり重要ポイントなので一緒に押さえておきましょう。今まで2割特例を使っていたんだけども、この2割特例を使えない、要は適用不可になった時に、自分は一般課税と呼ばれる計算方法ではなく簡易課税の方で計算をしたいと思う方いらっしゃると思うんですよ。もちろん中にはですね、2割特例使えるんだけども自分は簡易課税の方がいいなっていう方もいると思います。これ業種によって変わってきますので、どういった方が一概に簡易課税を使う方が計算ルールを使う方が得なのか、また2割特例を使うの方が得なのかっていうのはまた変わってくるので、前ねその計算方法について解説した動画過去にありますので、気になる方はそちらの方ぜひね見ていただければと思います。今回はですね、簡易課税制度にしたい方がいつまでに届出を出せばいいのかっていう注意項目が図でまとまってましたので、こちらも国税庁からの表になりますが紹介解説をしていきます。令和3年はこの方は課税売上高が900万円でした。ですので今まで免税事業者だったってことですね。そして令和4年は1000万円を超えているということで課税事業者になります。令和5年はまた800万円を切っている状態になっています。で2割特例なんですけど、令和5年はですね、その前の基準で見ますので900万円だったため、2割特例は使えるということで適用化になっています。ところがですね、令和6年は令和4年この前の売上高がですね1000万超えてますので、2割特例は適用不可となります。これはね前のスライドで見たものと同じになります。じゃあ適用不可になった年にですね、じゃあ私は消費税の計算ルールを簡易課税で計算して提出したいんですって方は、いつまでに届出をしないといけないのか、ここが本日のね重要ポイントとなっています。令和6年分の確定申告、要は令和6年分から簡易課税制度を選んで計算したいって思ってる方はですね、12月の31日までに出してください。要は年内までに出してくださいねってことです。これを超えてしまう
と、この令和6年は簡易課税制度ではなくて一般課税という方の計算方法で計算をしないといけないことになりますので要注意です。で、皆さんこの令和6年の確定申告をいつするかというと、年の明けた令和7年の3月15日までに所得税の確定申告の締め切りで書きます。消費税の確定申告はですね、年明けた令和7年の3月末までに出すっていうルールなんですね。なので皆さん年明けて、あ、いよいよ確定申告作成しないといけないな、計算しようって言って取り掛かるタイミングになってから、あ、そういえば簡易課税制度にしたいんだったって言っても、それはできないということです。年内に出しといてくださいね。要は前もって提出をしてくださいねっていうルールになっておりますので、皆さん確定申告時期になって慌ててしまったっていう風になってももう遅いです。消費税の確定申告を一般課税でしなければいけないということになります。今ね、解説してるのはどうしてかというと、要は業種によって、またその方のビジネスによってまたここも違うんですけど、一般課税で消費税を計算する方と簡易課税で計算をする方と消費税の税額に差が出るんです。で、どちらが得なのかについて比較するとですね、私は簡易課税の方が得だったのに、一般課税で消費税の申告をしなければいけない、なぜならここの12月31日までに知らなくて簡易課税を選択するっていう届け出を出していなかったんですってなる方が出てくるんじゃないかということで、国税庁も注意喚起をしているわけですね。なので一般課税を使った方が得なのか、簡易課税を使った方が得なのか、2割特例を使った方が得なのか、消費税の計算ルールというのがですね、まあ、かなりややこしくなり、選択できるのはいいんだけども、間違えると、まあね、自分が痛い目に遭うというパターンが出てきますので、皆さんしっかりとこの消費税の届出書関係というのはですね、期限をしっかりと押さえておきましょう。はい、まとめになります。インボイス制度は結構ルールが複雑でして、なかなか理解が難しいと思います。特に今まで免税事業者で消費税の申告をしたことがなかった、消費税の申告のルールを全く知識として持ってない方はですね、かなり難しい制度、理解が難しいものになってきています。まず先週に解説した登録の取り下げと取り消しについて、この2つのパターンね、どう違うのかっていう解説先週しております。こちらもですね、取り消しに関しての方なんですけど、届出に同じように締め切り日があるんです。それしっかり押さえておかないとですね、また痛い目に遭うことありますので、ぜひ先週の動画も見ていただければと思います。そして今回はこの2割特例の内容についてと、まあ、適用される年、適用されない年というのを表で分かりやすく解説しました。また簡易課税を選択したい場合は、いつまでに締め切り届け出をすればいいのかというような解説もしました。このようにルールをしっかりと押さえておくっていうのが非常に重要なポイントになってきます。また今後消費税の計算方法というのは自分で選択して判断しなければいけない時代がやってまいります。そして再三言ってるようにですね、届出の締め切り日やルールというのがありますので、いや、なかなか難しいと思いますし、これ全てを把握しよう、間違いなくやろうというのはなかなか難しいんですけども、まあ、自分のね、身に降りかかってきますので、特に顧問税理士を雇っていない方とか、自分で確定申告をしている免税事業者、またフリーランス個人事業主の方、たくさんいらっしゃると思います。そういった方はですね、こういった動画で知識を得る、また税務署にという相談をするというものしか方法がありませんので、しっかりと勉強学ぶ機会っていうのは大事かなというふうに個人的に思っております。本当にね、いつも何度も言うんですけど、ビジネスをするにあたってはやはり情報と知識っていうのが必要になってきます。経理、税金、確定申告だけはね、避けて通れないものになりますので、皆さんしっかりと勉強していきましょうね。私がこういった YouTube で無料で見れる動画を出しているのはですね、皆さんがこの情報と知識がないことで損したくないから、一生懸命週1回動画を作ってアップしているっていうところがあります。ですので、私の動画ぜひ参考にしていただいて、またチャンネル登録もしていただいて、引き続き勉強の一つとして使っていただけると幸いです。私は税理士川上奈美のオンラインサロンを運営しております。メリットが3つあります。1つ目のメリットが、オンライン上に税理士を雇うということで、オンライン上で質問相談することが可能です。これは文章で質問をしていただいて、私が直接文章で質問に対して答えする、まあチャットみたいなものだというふうにイメージしていただけると分かりやすいかもしれません。 Facebook の非公開グループで運営をしております。2つ目のメリット、サロンズームを定期的に開催しております。2ヶ月に1回ズームサロンを開催していますが、こちらズームに参加
加することで他のメンバーさんと情報交換ができる、また私にね直接質問や気になることを確認したり聞くことができるということで非常に好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。平日毎日私がですねビジネスや経理、税金に関する記事を投稿してます。その投稿記事を読める権利が3つ目のメリットになります。こちらはもちろんビジネスや経理、税金の投稿記事もあればですね SNS 運用の裏側、税理士の裏側なども公開してますので、ぜひオンラインサロンの方ご検討ください。詳しい情報は概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、興味ある方はぜひクリックして覗いてみてください。皆さんの参加お待ちしております。はい、私はいろいろと SNS をしておりまして、 SNS の総フォロワーが25万人を超えております。 Instagram、Twitter、TikTok、Voicy もやっております。またスレッズもやってますので、興味ある方はぜひ各 SNS フォローしてみてください。またね、各 SNS 少し違った内容を投稿していております。また YouTube チャンネルの登録がまだの方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして私はビジネス書を2冊出版しております。1つ目がインボイス制度、もうすぐねインボイス制度間近ですけども、インボイス制度の Q&A ブックということで、辞表をたくさん使った分かりやすい本となっております。またもう一冊はフリーランスのバイブル本ということで、皆さんがつまずきやすいポイントを一冊にギュッとまとめた本となっております。どちらも Amazon Kindle 版ありますので、自分が読みやすい方でご購入いただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画以上になります。今日はですねインボイス制度の2割特例を再解説ということでお送りしました。おそらくですね、私の動画を見ている方は免税事業者の方とか、小さくビジネスされている方、フリーランスの方が多いんじゃないかなということで、おそらく2割特例をね使えるっていう方が多いんじゃないかなということで、こちらの動画再解説ということで作らせていただきました。このようにフリーランスや事業の方がですね役に立つような動画、毎週土曜日5時半に週1本投稿してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしていよいよ10月からインボイス制度スタートするっていう風になってね、もう制度をスタートするまで2ヶ月弱、まあ2ヶ月を切ってきたわけですので、皆さんしっかりと準備していきましょう。またインボイス制度は経理の方向からでもですね事前に準備しておかないとですねつまずくポイントたくさんありますので、また実務自体が走らせてきたら、また課題点や問題点出てくると思いますので、そういったものもまた動画で取り上げられたらなという風に思っております。引き続きよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。